当たり前だ俺は家族の仇を絶対に取る家族の仇を取るためなら、俺は何だってする素侍にだってなってやら自分は人切りしかできない。人を切って禄をはむなら、新選組でも闇殺しでどこでも同じだ。これまで自分は闇殺しの掟に従ってきた。相分かった。拙者も入り組みしよう。拙者は己の力を試さんがため、変装をしている。 戦術はもちろん学問において、男に引けを取るつもりはないおまんま、たくさん食べたい新選組入るおで、いっぱい頑張って、おまんまいっぱい食べるまんこのギャ太郎様も新選組に入ってやるぜ。こんなところで死ぬのはまっぴらごめんだ。まだまだ酒も女も罰金も足りねえからなつかぬことをお尋ねしますが、このご遺体、 小生がいただいても良いのでしょうか。では、小生も新選組に入るのです。じゃあ、僕も新選組。はい、ろっと。そんだけ死体が出るなら、浮かばれない魂のために、祈る人間だって必要でしょ新選組の幹部たちが何者かに暗殺された。貴様らは今日、死罪となった。一度死に、新選組幹部として、再び生きるのは残念だが、それが衰えた幕府の現状だ。 東堂咎人に多くは望まぬ倒幕派をしばし恐れさせるだけの意向を保てばよい片森公幹部なき新選組などに頼らずとも幕府には見回り組が知ってるかい欧米では感謝の印として口づけをするそうだ本当さもっとも口と口でなくここにするようだがねわしが求めたのは海軍総連所までの護衛ですぞ教え子語ではありませぬ 私の記憶力を舐めるな人違いのわけがないなぜ佐久間翔さんを殺していないなぜ闇殺しの命に背く闇殺しの掟に従う言っただろう。拙者は岡カのためなら何でもすると。いつかこんな日が来るんじゃないかと、うすうす思っていました。兄上が、不気味な面をつけた人たちに会いに行くようになってから。この僕に羅生丸という名前と、崇高な使命を与えてくださった。 あなたを恨む理由はありません我々の計画にあだなすものなら殺しますラッションマル私のことを恨んでいるでしょうね、えー、人を引きつけまとめる人間でしょうよく似ていますな近藤勇に